はい、どうもこんにちは。この動画ではテキストをもちもちと伸ばしたり引っ張っていく方法を2つほどご紹介していきます。この方法を学んでいくことでタイポグラフィーや歌詞動画に1つアクセントを加えることができるようになりますので、ぜひとも動画を見ながら真似していってみてください。それでは早速本編を見ていきましょう。アクション。ということで、あらかじめ作成した背景のある画面の上にまずはテキストツールで伸ばしたい文字を書いていきます。伸ばしたいものといえば成績とか、あとは身長とか、個人的な願望はあるかと思いますが、漢字はめんどくさいので今回はとりあえず文字というふうに書いておきます。整列で真ん中のところに配置しておきます。文字のパネルからは大きさであったり文字の間隔を調整することができますので、無理やり「も」と「ち」をくっつけていきましょう。これで準備ができたところで、まず最初のテキストを伸ばす1つ目の方法です。テキストを選択した状態で右クリックを押しておいてから、そこから作成、そしてテキストからシェイプを作成というのを選択していきましょう。するとテキストの上にアウトラインというシェイプが出来上がり、文字の周りにはずんだではなくパスの点々がいっぱい出てきました。ここでメニューを開いておくとパスと書かれたところがあるのですが、ここでキーフレームを打つことでそれぞれの点を動かしていくことができます。ということで1秒の時点で「も」と「ち」の文字のパスに対して全てキーフレームを打っていきましょう。これで1秒の時点で「も」と「ち」がこの場所でこの形を保つようになります。そしたら今度は0秒の時点でこのパスのキーフレームを選択している状態で、シフトキーと方向キーの上を押して「も」と「ち」を持ち上げていきましょう。パスのキーフレームが打たれてますよ。するとドーンと登場するただの移動ができました。しかしパスはただの移動ではなく、パスを別々に移動させることができるんですね。なので持ちの下半身をドラッグしておいてから、またまたシフトキーと下の方向キーを押していくことで下半身が伸びていきます。しかしこのままだとどこまで下半身を伸ばしていいのか分かりませんので、すかさずコマンド R で上下を出しましょう。そして最終的に登場する箇所に上下を引っ張って目印をつけておきましょう。そうしたら先ほどと同様に下半身を選択しておいてから、目印に到達するまで下へと引きずり下ろしていきます。最初に下半身だけをずり下ろしていきたいので、途中のキーフレームで頭のところは画面の外に吹っ飛ばしていきます。そうしたらこれらのキーフレームは全て選択しておいて、 F9 で Easy Ease を適用しておいてから滑らかな動きにしてやりましょう。滑らかな文字が出来上がりました。文字を一つずつずらしていきたい場合は、このシェイプをコマンド D で複製しておいて、もとちにそれぞれ分けておきます。そしてちのシェイプからもを消し去っておいて、逆にものシェイプからはちを消し去っていきます。あとはこのシェイプが登場するタイミングをちょこっとずらすだけで順番に登場するわけでございます。まとめてキーフレームをもう少し早くしたいときは、すべて選択しておいてからオルトキーを押しながらドラッグすることで間隔を狭くすることができますぞい。餅が降ってくる豆まきの季節。では続いてはテキストを伸ばす2つ目の方法を見ていきます。ということで、餅は邪魔なので表示にしておきましょう。そうしたら最初は同じでテキストツールで伸ばしたい文字を書いておきます。伸びるといえば main です。この main というのはコマンドシフト C でプリコンポーズをしておきますが、こんなことをしてしまえばテキストをシェイプに変換することができなくなります。でもご心配無用だ main。このコンポジションを文字数分だけ複製していきながら、それぞれ分かりやすく名前をつけておきましょう。そしてコンポジションを選択しておいて、ペンツールで決まった文字を囲んでいって、それぞれマスクを切っていきます。早送りしてごめん、誠にすいまめん、というところで、このやり方のいいところはテキストのくっついているところですらマスクを切ることで分解することができることです。例えば目という文字を分解するのであれば、複製しておいてからマスクを切っておくことで、それを一つのシェイプとして使うことができます。ちなみに大量の文字を楽に分解していきたい人は GG 分解というスクリプトがあるそうなので、これを使ってみるとある程度楽になりますよ。これで面を5つに分解していきました。分解できたところで伸ばしていきましょう。まずは目です。目の棒のソロレイヤーを押しておき、20フレームだけ移動しておきます。ここで使うツールはそう、パペットピンデコピン。パペットピンツールを選択して端っこにぶっ刺しておきます。するとパペットピンツールを刺したところでキーフレームが追加されております。0秒のところでこのパペットピンツールが選択されている状態で、左上に持っていってみましょう。すると左上から棒がスライドする、そんな動きが出来上がるではありませんか。この時右下のパペットピンの到着するキーフレームを少し早めに終わるように持ってきてみることで、棒が伸びることがお分かりでしょうか。逆に始まりのパペットピンのキーフレームは伸びが終わったところのキーフレームに合わせていきます。
すると伸びてから後ろが追いついてくるゴムゴムのロケット状態を作ることができました。これも通常キーフレームと同様に F9 で滑らかにしたり間隔を狭くして調整していきましょう。念のためもう一度復習していきます。パペットピンツールをぶっ刺した棒が今度は右上から登場するようにキーフレームを移動します。そしてキーフレームがゴムゴムのバズーカになるように真ん中の位置で合わせておきます。たったこれだけで伸びるわけですね。これを合わせることでこんな感じで伸びてテキストが合体するようになります。ちなみにここで少し工夫として位置にもキーフレームを打ってみます。伸びる方向と同じ向きに位置を動かしていくことで伸びるだけではなく微妙に位置も移動していくため少し躍動感のある動きになるのです。こんな感じでいろいろと工夫していきながら文字を合体させていくとなかなか面白いタイポグラフィーが出来上がりますのでいろいろと試してみてはいかがでしょうか。ちなみに最後のんという文字は回転のキーフレームとかを使ったりしてちょっとだけ回る面の文字がうどんに見えてきたところで今回の内容は以上です。その他にも参考になるように伸びるテキストのプロジェクトファイルはダウンロードできるようにしておりますのでどっか探してみてください。それではここまで見てくださり本当にありがとうございます。スキルを身につけ新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。